は、テポドン2号が着弾したと推測される海域。2006年の北朝鮮によるミサイル発射実験とは、2006年7月5日の未明から夕方にかけて、北朝鮮がスカット、ノドン、テポドン2号の弾道ミサイル計7発を日本海に向けて発射した実験。2006年7月5日、北朝鮮から7発の弾道ミサイルが日本海に向けて発射され、 すべて数分後に日本海に着弾。そのうち3発目が北朝鮮北東部のマイミズ橋里から発射されたテポドン2号である可能性が強い。国際連合安全保障理事会で北朝鮮によるミサイル発射を非難するとともに北朝鮮の弾道ミサイル計画に関わるすべての活動の停止を要求する。 国際連合安全保障理事会決議1695が採択された。日本が非常任理事国の立場を活用して、初めて主導的に作成、提案、成立した決議であると言われている。韓国の統一部は、緊急のセキュリティーミーティングを開いた。韓国政府から支援を受け、北朝鮮からの指令で活動している南北、共同宣言実践連帯は、 ミサイル発射はアメリカと日本の自業自得。北朝鮮の発射体がミサイルであろうと、人工衛星であろうと、これは北朝鮮の政党同じ私的権利であり、米日両国の北朝鮮的対政策、戦争策動に対する自衛的措置であるため、国際社会がどうこう言うべき問題ではない。今回発射したミサイルのうち、韓国に向けられたものが一発でもあっただろうか。 北朝鮮のミサイルは一寸の誤差もなく、米国と日本に向けられた。我が民族が力を合わせれば、我々を揺るがす者は、地球上に誰もいないとの声明を出した。ジョン・ハワード首相は、極めて挑発的であると、オーストラリア放送協会の番組内で避難した。アレクサンダー・ダウナー外相も、北朝鮮との国際関係が悪化すると発言した。 日本からは在日本朝鮮人科学技術協会の顧問を務めるロケット開発権威の在日朝鮮人が打ち上げに立ち会っている。ありがとうございます。